どうもプリンセスワンです。今回よりゲーム実況を開始したいと思います。大変長らくお待たせしました。オーシャンホーン2です。よろしくお願いいたします。エピソード1開幕です。さあ行きましょうか。駆け巡りましょう。この広大なオープンワールド、木を伐採し何か出るのか何も出ないのか、次の剣を巡る、出ない、運命届かず、なぜか銃を撃ってしまう。この慌てよう、慌てふためいていますね。新しいゲームに心躍っているのでしょうか。ありとあらゆるものを消費してしまっている、この願望がやばいですね。さあ敵を発見。だが銃を外す、まずいぞ。だが一発食らわした、2発目、3発目、あ、4発目で食らわった。くー、負けるわけにはいかないぞ。さあ来い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 、よし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 、あー痛い。くー、ちょっと距離を置こうか。やつもなかなか手足りないようだな。さすがランダム性の強い敵だ。ジャンプ攻撃にスーパージャンプ攻撃にコツコツアタックもある。いろいろ混ぜてくるな。おお、残りライフは2だぞ。自分の逃げ、お前敵もあと2だ。あと一発でやれるのか。やれた、嬉しいね。さあ次はアイテム収集でいきましょうか。草むらを切ってみるが、いや切れなかった。じゃあチェック、何が出るかな。お、ライフゲット、嬉しいな。さあこのボヨンボヨン言う、なんだろうこれ、キノコ、毒キノコかな。何か出るかな。挑戦してみる。切れるかな。切れない、あれ切れないぞ。何、ダメか、無敵かお前は。これはでっかいキノコだ。ダメか、何も出ないようだな。このちっちゃい木はどうだ。これもダメか、胞子が出てるだけだぞ。まあ挑戦は悪くない。少年よ、大将だけ冒険せよ。ここで行き止まりと忠告が出たので、さあ戻っていきましょうか。瓶発見、パリキーン、いや気持ちいいな。瓶が割れた喜びでマップを駆け巡っています。ひどく壮大なこの世界の雲が見える、大地が見える、草原が見える、岩が見える、壮大ですね。そして大ジャンプをかます、自殺希望者のようなジャンプをかますが、冒険者にとってジャンプとは運命をかけるジャンプ、時をかける勝利のようなジャンプ、それは全ての時を戻し生きるのです。何を言ってるか分かりませんが大丈夫、それは私もです。さあ何か潜っていきましょうか。おっと、これね、光るかけらを発見。何が出る、ライフ、これは嬉しい。ライフマックスになったぞ、めっちゃ嬉しいな。さあ敵発見だぜ、うら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 、よっしゃクリティカル引いた、これは最高いいね。経験値とお金をゲットして、おっと今度は丸太の中に輝く物体を発見。また何かしらあるのか、ワクワクが止まらないぞ、ワクワクが止まらない。一体何かあるって言うんだ。よし、やっと入れたぞ、手に入れる。あ、これはライフだった。まあいいでしょう。まあいいんですよ、たとえそれがライフでも、マックスのライフの中にライフが来てもそれは過剰に嬉しいと言うべきなんでしょうかね。ライフの過剰摂取をした私は今は壮大な海を眺めています。綺麗だ、美しい、壮大だ、荘厳だ、そんな言葉にふさわしい花咲く未来ですね。なんと美しい世界なのでしょうか。お、銃弾をゲットした、いいですね。さあまたここにも何か貸し書きがある。ジャンプは自動でできるよってことですね。この世界はジャンプは自動ということで、あらゆる操作性を楽にしていますね。素晴らしいことだ。お、ツタが、大量のツタがある。まるでディズニーランドのウエストランドのようなこの外観、ディズニーに旅したようになれるこの気持ち、この高揚感、この高鳴り、ここでしか味わえないこの喜びは無限大ですね。さあまた敵と接敵しています。切る切る切る、相手を槍に、何だろう、トゲトゲに追い込んでちょっとダメージ食らってますね。あのダメダメダメージ食らうんですね、このトゲトゲの木は。なんていう植物かわからないけど、とんでもない巨大植物だな。さあ橋を見つけた、登っていきましょう。トコ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 、いい発見、悪い。さあどんどん冒険が進んでいきますね。大きな橋を目の前にちょっと警戒して渡りました。敵を早速発見、戦うぞ。おりゃ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 、打ちかますでベイベー。私の剣は圧倒的切れ味を持つぞ。名前知れと研いでも全然大丈夫、どんな剣でも鋭くなってしまう。私の鋭い眼力と鋭い見極めがこの切れ味を生んでいるんだと名言っぽいことを言いつつ、私はまた旅へ出るが、ここで何かを書き物を発見したぞ。読んでみようか。どうやらこの先には強敵が潜むらしいという忠告が書いてある。一体どうするべきか、私は少し動じて読むのが遅くなっている。一体何があるって言うんだ。素直に前に進まないのがこの私。
もう怖すぎて怖すぎて、とりあえずピンを切ろうとして銃を乱射してしまう。なんて言うだろう、無駄な打ちをしている。とにかく瓶を割って、なんかあれ体力を増やしたりしたいのだが、いろいろ錯綜した攻撃になっている。瓶を投げようとしている。投げる。そしてなんかふわふわしたサンタさんのサンタ袋のようなものも、これをまた持ち上げてしまい投げる。だが何も変わらない。お、壊れたぞ、弾ゲット、嬉しいな。あれ、落ちそうになった。でもなんかちょっとタジタジしていて、いろんな行動が混ざっている。登ったり降りたり、登ったり降りたり。これから出会う敵にとても悩ましい心を煩わされているようだ。あっちにも落ちた。大変だ。落ちたけど銃を向けて撃ってみる。何をしているんだろう私は。何で銃を撃つんだろう、こんなに弾は有限だっていうね。だが私はまだ持ち上げ置き、持ち上げ置き、何をしているんだろう、本当に迷っている。これは命名していますね。とても名言が炸裂します。その名言の名はその名の通り迷うという名です。おっと、敵を発見、銃を構える。あの爆発させて倒してやろうと思った。どうだ、おー、食らった、めっちゃ食らった、作戦成功。ただ弾は外していく。3発あった弾も今じゃ0弾に。なんていうことだ、大ピンチじゃないか。おー、倒したぞ。お金とゴールド、経験値ゲット。さあガンガン進んでいくぞ。次なる未来はどこにある。それはすべて俺が決める。この先の友情もこの先の出会いもすべて今の僕が運命づけるんだ。そうだ、戦え少年、戦うんだ僕。負けるな。ソードパワー、ソード魂、ソードソウルを身につけるんだ。輝くソウルド。もうなんかいろいろ言ってるけど、このゲームは楽しすぎて高ぶりすぎて、ちょっと頭がピークを迎えています。いや、臨界期と言うべきでしょうか。臨界点を突破してぐるぐる頭が巡り、敵を探しては、おお、くるくる、ちょっと楽しくなっている。敵となんかこの水五郎のような敵となんか喜びを愛しながら撃っている。おお、倒したぞ。だんだん倒すのが上手になっている。ゲームを始めて早10分、数々の出会いを生み上達もしているようだ。素晴らしいではないか。痛い、まさかこのトゲトゲに食らうとは思わなかったぞ。さあ、ダメージを少し食らい、ボヨボヨとした感覚で巡っていく。きっとあれは毒針になったようだ。私はとにかくツタを登る。さあ、何がこの先に待ち受けるのか。そういえばこの先にはとんでもないものがあると言っていた。おっと、そこまで来てしまったようだ。どうやらこの先がとんでもない場所だが、私はまずは安全策を取るべく、周りを切る。海賊の隠れが今テロップされている通り、この先はやばいようだ。ドクロが大量に飾ってあり、これはとてつもない雰囲気を醸し出している。私はそのあたりをうろうろしながら、まだ設計進むべきか、今のあるオープンワールドを堪能するか迷っている。そういう私がいた行動は、まずはこのオープンワールドを全力で知り尽くして、旅尽くして、次の行動に出ようということだった。私はまたサンダ袋を切りながら考えていた。あのドクロの町に行くのか、それとも今ここで平和を楽しむのか。まだ僕はあの赤い水五郎のような敵と戦うことを選んでいる。まだ旅して10分程度、10分強というべきか。それなのに早速そんな強敵と立ち向かっているものか。もっと散策すればより良い出会いが待っているのではないか。それを期待を胸に、私はまた新たなお布施を身にする。どうやらこの先に何か動かせるものらしいと書いてある。宝箱があるということらしいな。了解した。早速宝箱をもう一回読んでしまう。てっきりその宝箱の袋がそこだと思っているようだ。だがこれは割れるのか割れないのか。割れない、これは割れないものなのか。無敵なようなのか。一応銃も撃ってみる。貴重な銃を2発も撃ってしまったが変わりはないようだ。くぅ、妬ましい妬ましい。ダメ発させあってまたメモを読んでしまう。もう5発5発5発押しまくっている。だが私はこの種も無敵なようだ。ここで滑車を発見。ツビーンドン、これは素晴らしい。何か出会いがあるようだ。さすが私はここから飛び降りようと画策するが、まだこう素直に登れないかと試してみる。あ、これはん、また銃を向けてしまう。これの樽はどうしようか。この樽で私は上に行きたいと思っているのだが、樽を掴みたい。
樽をつかめるかな。つかめた。よし、完了だ。樽を置くぞ。ほ、あ、やばい、未来に落ちる。海に落ちる。未来って何なんだろう。この石膏のゲームをしてるととてつもない壮大な言葉。あー、落っこちた。まずいぞ、まずいぞ。私の呼吸が持たないかもしれない。この緑のバーがスタミナゲージ、これがつけると溺れ死んでしまう。もう体力は無理。落ち、溺れ落ちるぞ。わあ、溺れ落ちた。これが私の最後の未来だった。そしてまた過去に戻り、未来をやり直す。こっからのようだ。大丈夫、悪い夢を見ていたようだ。全ては正夢にならないべく新たな現実を迎えたのである。これこそパラドックスのという世界、いや第二真相世界というべきか、第二立法世界というべきか、相対性理論なのか、因果関係なのか、それは全て不明だ。だが私は次の世代を手に入れ、また次の時代を勢いでするのだ。それこそが私の宿命であり、運命であり、伝説であり、旅であるのだ。私はエジソンやポルターガイストやあらゆる神羅万象を超えて宝箱を手に入れることに成功した。これが霊のなせる技か、それともナオミの人間なのか。ここでエメラルドをゲットする。とてつもない素晴らしいことだ。クリスタルをゲットした。嬉しい。たくさんのお金が手に入り、高揚感はマックスになり、少しぐるぐる顔を見ドアップにしてしまう。この夜立ちの若々しいイケメンプリを見せている。全くなんていう恥知らずな男なんだろう。これはてっきり撃ち落とすものだと思ったが、残弾は一応一発残しておいた。あれは打ち消すのもなさそうな予感がするからだ。おっと、敵も2体もいるということで、私はまた敵と愛を見えることになる。さあ敵を来るがよい。私の剣さばきであの世にプレゼントしてあげようじゃないか。死の特急便で君らをあの世に送ってやろうじゃないか。私の特急便は特別だぞ。未来の片道切符ない地獄への片道切符だ。さあかかってくるがよい。どんな敵でもどんな敵でもいい。私は負けはしないぞ、負けはしないぞ。痛い痛い。まあいや、なかなかやるじゃないか。くくらえ。うわ痛い。強いじゃないか。私はローリングをして巧みによくできる。こいつはなかなかやるな。私が10分間ゲームをして手が疲弊していることを知って知りながら、たらみに容赦ない演算処理を貸しかけてくるじゃないか。これは私は一時撤退だ。体力が残りになって死んでしまったらまたあの世から戻ってくるだけだ。少し巻き戻った時代に行くのだ。だから私は今命大事に駆け巡っている。だから敵を倒すことに成功した。よーし、やったぜ。さあまた、あれはなんだ、赤い宝石。なんだあれは、賢者の石なのか。ハリー・ポッターのような賢者の石のがあるぞ。撃ってみたが破壊できない。どうやっていくのかもわからない。これは未知数だ。さあどうしようか。トラシャマダの嘆き、岩場に向かってジャンプできるかやってみるが、ジャンプができない。オートジャンプだが、オートジャンプが始動しないということは、ここからは登れないということ。そろそろトラシャはまた戻ることに決意する。さあスタ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 と軽快なステップで戻っていく。あ、痛い。またぶつかってしまった。お、敵もぶつかった。なんか仲が良さそうじゃないか。今ぶつかり、僕もぶつかり、犬も歩けば棒に当たるように、僕も歩けば棒に当たり、敵も歩けば棒に当たる。こんなベンスの中で、私はまた敵を快適し、敵を葬るように共に頑張っている。ちゃんと経験値を使い、弔っていることはお忘れなく。経験値とは、その褒美であり。さあ、スタスタと歩きながら、また新たな未来をつかむべく、僕はまた壮大な旅をしている。まだ時間を巻き戻って、土地を巻き戻っていく。これはまだ勘に新しいところだ。マップは熟知している。目に敵は怖くない。早速敵を見つけ、敵を倒すためね、また新たな回避手段を講じようと頑張っている。草むらを切り、そして草むらを走り、まずはライフの調達へと向かう。危ない。調達できるか。できた。なんと嬉しいことだ。危機一髪のライフ調達に成功し、私はまた闘志を燃やす。さあ敵をかかってくるがぐんぐんぐんと倒してるぞ。さあどっからでもかかってこい。私に怖いものではないのだ。唯一怖いものがあるとすれば、それは私自身だ。なぜかって、私自身は私を騙せないからだ。私を騙せない以上、君らは本当に怖い。私の死が本当の死になるからだ。だから私は今日も頑張って剣を振る。負けないように、くじけないように、泣かないように、あらゆる明日を目指すように、この希望の光となるべく、私は今日も剣を振る。振って振って剣を振って、倒して倒して倒し抜く。負けはしないんだ。最後の最後までやりきるんだ。
この永遠に近い時間の中で僕らは何を見つけ何を旅するだろう。全ては分からない。踏み出してみなくては分からない。だから銃を撃ち、そして銃を撃ち、そして剣を振るい、何ノックダウンされた。一発 KO を照らそう。またここからか。新たな時代が突入した。私は第二平行世界からやってきて、また時間軸の中で生きることに成功したのだ。ただしこの生きることに成功する可能性は何であるか。このゲームを消去してしまうまでに何かどれだけの時間がかかるか。そんな恐怖で戦っている。死にすぎて嫌になってしまったら、私自身のこのゲームの創造主である私が創造主というか、もう分からない。何を言ってるか分からない何を言ってるか分からないけど、でもなんか楽しい時間だなと私は思っている。このゲームを消す、そんなことあり得はしない。だってなぜって、まだ私は高揚感に満ちあふれているのだ。この世界を旅し熟知し、旅に向けあらゆる未来をつかもうと頑張っている。この思いがある限り私はくじけることはない。さあもう次なる敵はどこにいる。とりあえずまた木箱を切ったり布を切ったりして頑張っている。投げるぞとにかくサンタさんの袋は大好きだ。切れるものはあらゆるものを切り、ぶっ壊せるものは全部ぶっ壊し、切れるものも淘汰するものも何もかも含めて私は破壊神であることに間違いはないであろう。さあ今宵ももう一度旅に出よう。ゼロからでもいい。また繰り返すんだ、自分の未来に目指すために。ではご視聴ありがとうございました。